どうも、なおちんです。今日は、鬼滅の刃、新しく出てきた、ルイを使っていきたいと思います。ちょっと練習しないと、ダメなので、まずは、炭治郎、禰豆子、そして柱の皆さんと、戦っていきましょよう。し、いけるかな？じゃあ、行きましょう。なんかね、ちょっとね、練習で一回使ってみた感じ、そんな強くないんだよね。そこまで強くない。なんで、これ、どうなの？ちょっと待て待て。やべえよ。本当に。じゃあ、どう使うんだろうな。もう。で、しかもこれ、一回しか戦いません。なので、ゲージがね、若干溜まりにくいのよね。で、ルイも赤座も、どっちともね、なんかね、若干遠距離系のキャラクターなんだよね。よっしゃ。おお、抜けた。あ、おっと、やるね。やばい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 。ちょっと解放させて、解放させて。解放させて。解放すると、鬼はね、HP 回復するんだよね。おし、OK。待てって。よし。終わりー。使いやすいって言うと、使いやすくはない。じゃあ次行こう。次、禰豆子。行きましょう。これにゲージ1個使うの結構もったいないな。じゃあ、ためろー。いや、厳しいわ。罠を張ってもさ、なんかいまいちなんだよね。よし、オッケーオッケー。ああ、よし、オッケー。いい感じじゃない、いい感じじゃない。オッケー。で、必殺技がね、結構当てやすいかなと思ったんだよね。必殺技が、どこにいても敵のね、真下に出てくるんで、これ結構狙いやすいんじゃないかな。国士臨天。もういいよ、お前は。さよなら。はい。まあ、敵の攻撃に合わせて下から出していけばいいんじゃないですか。次、義勇いきましょう。これを入れてると、そうか、敵は結構動きにくくはなるんだな。おい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 、思いっきりやられた。じゃあ、ダメージそんな取れないんだよね。ダメージがそこまで取れないんで、難しいキャラだよね、やっぱり。よっしゃ、OK。じゃあ。で、罠を仕掛けとく。こういう感じか？あっ！違う、忍さんが。おお、凪が来たぞ。ああ、もうやめて。ちょっと待って。必殺技をちょっと狙って当ててみるか。当たった。おお、まあ見ていけばなんとか当てれるか。国士臨天。もういいよ、お前は。さよなら。ダメージはね、かなりあるんで、必殺技メインに行くか。次、忍さん行きましょう。あっ、すで、あっ、もう、ファーストアタック取られた。はい。遠距離でチクチク。ダメだな。難しいね。オッケー。罠を出していく。これ結構持つよね。ああ、そこまで
持続はないのか。持続がそこまでないので難しいね。 OK で解放しゃあ。まあ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 対戦でもやっていけるかな。ランクマッチでもラスト煉獄さん行きましょう。 OK いいよ。決まれば結構ダメージにはなるね。おやる。うわなかなか。おおやっぱりダメージすごいな煉獄さん。ダメージえぐいえぐいえぐい。よっしゃ OK。 よっしゃこっちのダメージもう全然だから。よし OK。 おいえい隙だらけ。よし OK。 必殺技狙っていく。よしああれスーパーマン。あブーもっしゃあちょっとした隙に出していけるんだな。うんでも強いキャラではないよね。なんかうんまあまだねほんと10分そこらしか触っちゃないけど強いっていうイメージはないね。難しい。ひょっとして勝つつもりだったの。